なりたいチャンネルです。影の実力者になりたくて二次創作、王女を実力者に変えたくて第13話25予選終わり、26本戦前に始めます。朗読を始めます。影の実力者になりたくて、王女を実力者に変えたくて、一生25予選終わり。予選も無事に終了した。飛ばしすぎ。とは言ってもこちらの参加者はガイアス、オリビエ、ローズ王女である。ガイアスとオリビエの2人はディアボロス教団相手でも1人で対処ができるほどの実力がある。ローズ王女の実力は2人まではないものの、学園最強と呼ばれるぐらいには強い。それに加えてアレクシアからの指導も増えたことで技術の伸びも好調だ。力だけでやってきた相手に苦戦するのかと言われれば非であった。あいつ剣を使わずに戦ってやがる。なんだあのエルフ、早すぎて見えねえ。オリアナの王女もすげえぞ。あの一撃の攻撃を全部受け流してやがる。だいたいそんな反応であった。その中でも異質な雰囲気を出していたのが地味な青年という男だったのだが、あれ絶対シド、影のだろう。全員が頂き目指して戦いに来ている中で明らかに弱そうな雰囲気。見た目も行動もそのあり方も全てが弱そうと思わせるほどに完璧すぎて逆に目立つ。学園生活で実力を隠しているあの男と重なって見えていた。それもあるが、何よりも感染してた2人の七影がキャーキャーと甘い声を上げていたことで察した。意図していったものかはわからないが、くしゃみや首鳴らしと並行して攻撃を行う所作、それも大多数はわからないほどの速度で動くか、本戦で戦うとなったらどうやって攻略するべきか、彼の異常な強さは非常に厄介。同じ転生者である以上、彼が地球あちらの武術体系を踏襲していてもおかしくない。というよりも自分も同じような立場である以上、彼の体さばきを考えればかなりの腕前であることは確実と見ていた方が良いだろう。地味なとして出場している以上、武装を慎重することはないだろう。それで考えれば武装破壊から殴り合い捨て頃に持っていくのが良さそうか。だが自分よりも動けるとなればそれも握手。まあ情報も少ないし、実際に本戦時に確認するぐらいしか方法はないか。いくら考えても結局結論はそこに執着する。どれだけ地味なとの戦いを予想しようにも情報が少なすぎるのだ。対戦相手もこの世界基準で腕が立つものだったようだが、誰もが一撃で KO 負けで地味なの実力を引き出させたとは到底言えなかった。どう見ます？強い。今まで見た相手の中でも一番。ええ、本戦で当たった場合は全力で挑まなければならないでしょう。ローズ、オリビエ、そしてアイリスと続く。彼女たちも地味な彼の強さに感づいた様子。本戦に出場が決まっているメンツであるため、彼と対戦を行う際はためらいもなく全力で挑むことを決めさせた。そんな現在、すでに最後の試合が行われ、次イデ・マッケンジーが勝ち上がったことで号泣しながら勝利を喜んでいる。そのため本戦までの対戦を決める流れであり、出場者たちはこれを目的としてやってきている側面も強かった。皆様お待たせいたしました。これより本戦対戦順を決めさせていただきます。本戦対戦相手を決める大事な場面、決め方は実にシンプルで、出場者たちに番号を割り振っていき、比較的大きめの抽選機をガラガラすることで出てきたボールの番号を読み上げるというもの。講習の面前で行われるため、原始的でありながらも不正が比較的しづらい形になっている。前は本戦当日に公表などしていたらしいのだが、一度金で操作していたことが発覚してからこの形式に変わったらしい。3番16番、そんな呼びかけをするとともにトーナメント表に名前を記入していく。本戦に出場できる者は総勢32名。
たとえ悪天候だろうとも実施される本戦はそれでも一目強者を見たいという者たちによって埋め尽くされる。昇魂たくましい三つ星商会がその流れに目をつけないはずがなく、会場で票を確認したスタッフが即座に連絡を入れていた。おそらくグッズなどを作って応援するように誘導していくのだろう。影の英知を経済に活用して利益を得ていることから、今回は特に稼ぎ時になるだろう。決まったわね。対戦相手が決まり、大きくトーナメント表が張り出される。なるほど、これは挑みがいがありますね。それをおのおの確認し、対戦相手を確認。そしてその内容はこうである。ローズ・オリアナ VS 次井出マッケンジー、ガイアス・クエスト VS ボンコ・ツーマン。順当に勝ち抜いていけば、次戦でローズとガイアスが対戦する組み合わせになるだろう。ローズもアレクシアから教えを受けているため、ガイアスがアレクシアの師であることも理解している。それを知った上で、彼女はガイアスに勝つために全力で挑んでくることだろう。ん？リビ・ハイリア VS ロマンス・アミーゴ。地味な青年 VS アンネロ・オゼフシアナス。オリビエは次戦で当たる相手を把握した。今の自分がどこまで戦えるのかも考慮しつつ、獲物である愛犬を強く握りしめる。そしてこれは一層当日が楽しみですね、姉様。そうね、アレクシア。アレクシア、ミドガル VS アイリス、ミドガル。ミドガルの未来を担う二人の王女が、初戦にてぶつかり合う。互いの拳を合わせた諸傑たちは戦意を高ぶらせながら会場を後にするのだった。守備はどうなっている？オリアナ王国内の情報操作は滞りなく行われております。しかしミドガル王国内の警備が想定をはるかに上回っており、うまく入り込めていない状況です。何をやっているのだ貴様らは、もう時間がないのだぞ。申し訳ありません。オリアナ王国内、武神祭まであとわずかしか時間が残されていないのにもかかわらず、思い通りにことが運ばないことに男、ド M、ケツハットは憤りを隠しきれなかった。もともと今回の武神祭を利用してミドガル王国の国王、クラウス・ミドガルを暗殺することを計画していたのだ。しかしここ最近になって急速に王国内の勢力図が一変。内部に入り込んでいた工作員は全員が始末され、真相へと入っていた者たちは警戒されてうまく動くことができなくなっていた。何度も人員を派遣しても結果は同じ。わかることはミドガル王国が本気になって、ディアボロス教団我々とことを構える気でいるということだ。故に今回の武神祭でオリアナ王国国王であるラファエロ・オリアナを利用し暗殺を行うことを企てていたのだが、それすらうまくいっているとは言い難い状況になっていた。ちっ、厄介な奴らだ。まさかこちらに噛みついてくるとはな。はがみする。もともとローズ・オリアナも手中に取り込む予定だったのだ。武神祭の予選が行われる前に一度王国へ帰ってくるローズに合わせて、こちらの部下たちも動かす。そして己を婚約者とすることで余計な動きを行うことを牽制しながら今回の作戦を実行する、その予定だった。あの女は頭が弱かったというのに、奴らはそうではない。だが今こちらから動くことも難しい。年に一度の大きなイベントだ。そこに傀儡にしているラファエロ国王と宰相として自分、ド M、ケツハットが出席することは必須条件である今回において、内部で血を流して国内に混乱をもたらしてはならない。国の現状を理解してローズ・オリアナが衝動的にこちらへ危害を加えてくれれば動きも取りやすくはあった。国王へ反逆の意思があると情報を流すことでオリアナ関係者を捕らえて牢へ入れることも可能だったのだ。しかし今回ローズが帰ってた時に見せた反応はまさかのなし。彼女からすれば明らかに父親である国王が正常ではない状態であることがわかるというにもかかわらずだ。バカな女だからではない。あれは明らかに事前に国内の、それも中枢の情報を掴んでいた上での対応だった。
武神祭に出場して己の功績を作ることを前提に、ローズはミトガル王国へ留学していることになっている。であれば剣術大会で良い成績を残せなかったとしても、武神祭に出場することが決まっていれば、オリアナ王国こちら側からは彼女を自国に押しとどめることは困難だ。もちろん政治的観点から国王命令として軟禁することも可能だったのだが、そうなれば一方的にこちらが約束事を破棄することへつながり、相手からこちらへの不信感へと移動していく。それは計画に支障が出てしまうためはばかられたのである。クララ、オリアナに関してはどうなっている？魔剣士たちを取り込んで抵抗を続けております。現状に不満を持っている者たちを取り込むことで教団我々に対抗しつつ支持を集めているものと思われます。裏にいる奴らは特定できたか？特定までは達していません。しかしミドガル王国側から支援を受けていることは間違いないようです。分かり次第すぐに報告しろ。は、退出した部下の背を見送りつつ、ド M は眼前の問題にため息をつく。オリアナ王国には今二つの勢力に分かれている。一つは己が動かしている勢力、ディアボロス教団の息がかかった勢力、非武力派だ。二つ目はオリアナ王族の一人、クララ、オリアナが独自に動いて魔剣士たちを取り込んで抵抗を続けている勢力である。これを武力派としておく。もちろん物理的にやり合っているわけではない。だが水面下で確実にクララ、オリアナの勢力が力をつけてきており、魔剣士たちを味方につけている以上、教団の力を使わなければすでに武力派の方が戦闘面においては強固だろう。一体どこの誰だ、こちらの情報を流しているやつは？非武力派に位置する者たちは豪勢な生活を送り、芸術に傾倒して私腹を肥やすことしか考えていない愚か者どもだ。金で動く程度の忠誠心しか持っていないやつらであるが、こちらから率先して金を投げ打っていいように利用している。こちらの支援がなくなれば困る貴族どもが武力派情報を率先して流すとは考えられない。そうなれば考え得るのは武力派あちらのスパイ疑惑なのだが、貴族のほぼ全員が幼少期から教団の教えを刷り込まれている以上、その可能性が薄いのだ。何度偽法を流しても聞いた様子はない。それどころか的確にこちらの弱いところをついてくる情報操作に長けた存在が裏にいるのは必然だ。ローズが何食わぬ顔でミドガル王国へ再度向かっていったのが憎たらしい。こちらの気も知らずにの右脳と本戦に向けてウォーミングアップでもしているのだろう。それを考えればふつふつと怒りが出てくるのだが、ここで我を忘れるわけにはいかない。計画の要である契約の指輪を完全に手中に収めるために、ド M は何が何でも今回の計画を進めていかねばならないからだ。オリアナ王国に伝わる黒キバラの伝説を手に入れるべく、ド M 最小は暗躍を続ける。その状況すらシャドーガーデンに把握されているとも知らずに。26、本戦前に言われた通りに特別席に来たはいいけど、学園カースト上位だらけのゴージャスビップ席じゃないか。試合順が掲載されて数日後、シド影の王は姉たるクレア、影の王から渡された特別席チケット片手にビップ席へやってきていた。彼女は今回の武神祭に出場しても今の自分ではアレクシアにまだ勝てないと考えたのか、武神祭予選に出場することはせずに修練を続けていた。アイリスの働きもあってチケットを得たクレアと共に会場にやってきたのだが、クレアは交友のある知り合いと話し合っていたため、シドが先にビップ席へやってきたというわけである。だが名前の通りビップが集まる会場、彼の驚きであるカースト上位が集まるというのは現場に行かずとも察することができるはずであった。でも下手に離れると姉さんから追及があるだろうし、むやみに会場から離れるのは得策じゃないかな。特別席では明らかに着飾った者たちや相応の立場にいるのがわかる貫禄を持った者たちしかいない。モブとして日常生活を謳歌するシドにとっては水と油の関係であり、ものすごく居心地が悪い。
下手に話しかけられる前に部屋の隅で空気になっておいた方がいいな。そしてシドが取ろうとした策は部屋の空気と同化して誰にも気づかれない作戦である。周りからの視覚をうまく活用してその場をやり過ごそうとするシドであったが、その作戦が完了するよりも先に声をかけられてしまったのである。あら、あなたは。まずい、カースト上位に話しかけられる。僕はシド、影のです。席を間違えました。すみません、一般席で泥水をすすっておくのでお構いなく。クレアさんの弟さんですか？チケットを譲ってもらっていたのですね。彼女に渡したチケットは私の隣になりますのでどうぞ。あ、はい。王族に話しかけられたらさすがに無視できない。さすがのシドといえども、公の場で王族の声かけを無視するようなことはさすがにできなかった。内心ものすごい敗北感を感じながら素直に隣の席に腰掛ける。周囲の者たちへの興味関心が希薄な彼でもさすがに王族は知っていたようだ。クレアさんとは仲良くさせてもらっています。シドさんの話もよく聞いていますよ。それはそれは。あら、アイリス様、すでに着席されていたんですね。ええ、クレアさんの弟さんともお話ができて楽しいですよ。そうでしょう、そうでしょう。うまいこと話を受け流しつつ時間を潰していると姉たるクレア、影のも入室してくる。これで完全にシドがビップ席から逃れる術を失ったことを意味していた。クレアは野生の勘が優れている女傑だ。うまくこの場を抜け出したとしても、彼女はすぐに気づいてシドを探しにやってくることだろう。こうなればやることは一つ、椅子と同化して空気になる作戦。なのでシドはその場で空気になることを選択した。こうすれば下手に話題に触れられなければ、話しかけられる確率が極めて低くなるのである。アイリス様、今年もついに本戦が始まりますね。アイリス様の注目選手は誰ですか？アイリスとクレアの会話に自然に混ざる者たちもいる。シドも日頃から影の実力者を目指して活動するにあたって独自に情報も集めたりしている。彼の情報は彼らが現役魔剣士団長の娘さんと公爵家のイケメン次男ということが分かった。ビップにもふさわしい主人公ウオーラギラギラな存在である。しかしこれはいい機会だ。なぜなら地味なの印象を探ることができるのだから。地味な青年はシドが変装した姿である。会場では常に弱そうな雰囲気を出しつつ、予選内でも目立った行動をとっていない本人基準。ゆえにここで周囲から雑魚認定されることができれば、これまでの彼の行動は報われると言っても良いだろう。クレアもアイリスの注目選手に興味があるのか耳を澄ませているが、当のアイリスは顎に手を当てて少し悩んでいた。注目選手、今回の武神祭は非常に厳しい大会になります。アレクシアも当然ですし、アンネ・ローゼさんやローズさんもいます。彼女たち以外ではガイアス君とリビさんも挙げられますね。今回の武神祭に出てくる出場者は彼女から見ても実力者揃いである。そのため彼らの質問には非常に悩む内容なのだ。しかしそこは取り巻き、アイリス王女を持ち上げる。確かにアレクシア様もかなりの腕前とお聞きしておりますね。でも今年も勝つのはアイリス様です。ありがとうございます。ですがアレクシアの実力は私もよく知っています。必ず勝てるとは断言できない。アレクシアさんの強さは悔しいけど本物よね。アレクシア王女は姉さんと同じ感想を持ってる人が多いのか。そして同級生のガイアス君、彼は間違いなく強いね。鍛え方が他とは段違いだ。歴代を見ても今回は実力派が勢揃いしている。シドは地味なとして予選に参加していた中で、友人のヒョロ、ガリと共に観戦も行っていた。その中で影の実力者ムーブができる相手がいないかを探してもいたのだ。その中で特に気になっていたのがガイアスであった。周りが剣を用いる中で唯一拳で予選を通過した男子生徒。彼がアレクシア王女と恋人関係だと噂されていた人物であることをその時思い出していた。
この世界で武術を伸ばしている人を見たのは初めてかもしれない。アイリス王女もいい動きをしていたけど、彼はそれよりも体幹の使い方がうまかったな。実際に彼からしても動きが非常に鍛え抜かれていたため、シドのお眼鏡にかなったようだ。でもアイリス王女も結構気にしている選手が多いのか、地味なに関心すらないと考えれば予定通りと言っても過言ではない。ただ注目とは別に警戒している選手は一人います。地味なという選手です。ふふふ、そう、数多くの選手に目をつけている中で、その強豪たちを打ち倒すことで、あいつは一体何者なんだと呼ばせることで圧倒的な実力者ムーブができる。今アイリス王女が呼んだように地味なの印象が薄ければ薄いほど。だが話はそう簡単に動かない。地味な、僕も見たが、勢いだけで本戦の舞台に上がってくる実力はないと見た。私も見たけど、剣は速いけど構えは結構素人に見えたな。ええ、だからこそ警戒しています。明らかに素人の動きだとしても、彼は本戦に来ている、己を弱く見せているのかは分かりませんが、本当の実力を測ることができないのは戦う可能性がある身としては非常に厄介と言わざるを得ないでしょう。なんでそんなに高評価を得てるんだ。シド、影のここで致命的な問題を抱える。モブとして活動していたというのに、王国最強格から目をつけられているというのである。これは非常にまずい。影の実力者ムーブをするために行ってきた下準備が破綻してしまう可能性が出てきてしまった。いや、逆に考えるんだ、シド、影の王女様はミドガル王国でも最強として名が上がる人物だ。それならなおさら影の実力者として動けるんじゃないか。ここでシド、影の逆転の発想に至る。王国最強には察せられてしまうが、逆に言えばそれ以外の者たちからは圧倒的な雑魚として認識されているのだ。そんな雑魚として見られている地味なが大会の強豪を打倒して、あいつ何者なんだと反応を受けた後、王国最強がやはり貴様が勝ち上がってきたかみたいな意味不可な反応をこぼすのだ。しかもそれが今まで表舞台に出てこなかった謎の青年。これも一つの影の実力者としてできるムーブじゃないか。うんうん、いけるいけるぞ。であれば地味な君はこれまで通り雑魚として見られるように続けよう。相手は予選で良い反応をしてくれた人だし、うまく合わせてくれそう。シドが思い浮かべるは青髪の女騎士アンネロ・オゼフシアナス。予選にてシドが思い浮かべてた動きを文字通り体現してくれた存在のため、彼の中でも評価が高い。そうと決まればどう戦ってみせるのが一番実力者になれるかをシミュレーションしなければ。シド、お姉ちゃんから離れるんじゃないでしょうね。そんなことないよ。そうと決まれば即行動したかったのだが、姉なるものに止められた。下手に動いてもついてくる以上、指導的にどうすることもできやしない。まだ時間あるし、隙を見て抜け出すことにしよう。表向きには決して逆らえない存在を前にして、シドはのんきに考えを巡らせるのであった。エルフの知り合いがいる？エルフの知り合いはいますよ。シドがハイパービップ席でそんなやりとりをしている頃、会場をなんとなく散策していたガイアスの旗を一人の女性が通り抜け、そして立ち止まった。どうやらエルフの知り合いを探しているエルフらしい。ガイアスは素直に問いに答えた。私とよく似たエルフを探しているんだ。そう言われてもフードで顔が見えないんですか？そうだった。フードを脱いだことで彼女の顔があらわになる。ありきたりな感想であるが、とても美しいエルフの女性だとガイアスは正直に思い、そしてその容姿にはものすごく見覚えがあった。私とよく似た顔なんだ。心当たりはあるか？すごくありますね。本当か？その返答に驚きながらも詰め寄ってくるエルフの女性。思いもよらない機会なのか、凛とした表情だったのがキッとした表情に変わっている。一応断りを入れておきますけど、本当にあなたが探しているエルフなのかは分かりませんよ。構わない、
長年探しているエルフなんだ。少しでも手がかりになれば十分だ。わかりました、案内しますのでついてきてください。ああ、そういえば名乗っていませんでした。私はガイアスです。あなたは？私はベアトリクス。君は強いな、見ればわかる。ありがとうございます。まだまだ精進の身ですよ。話をしていると彼女はベアトリクスという名であることが分かった。しかし非常に似ている、アルファとオリビエに。もしかしなくても親族なのかもしれない。純粋な武人の雰囲気を感じ取ったガイアスは、彼女が自分たちに害を与える存在ではないと判断。彼女に会わせることにしたのだった。リビさん入りますよ。どうぞ。失礼します。そうしてやってきたは控え室。今大会の武神祭はその規模もあって、選手それぞれに個室が与えられている。大会内では頂きを競い合うライバルであるものの、大前提として仲間であるオリビエには控え室を教えてもらっていた。そこに今お邪魔しているというわけだ。ガイアスから。珍しい、何かあった？はい、自分に似たエルフを探せしている方とお会いしたんで、知り合いかと思って連れてきました。部屋に入れても大丈夫で？大丈夫、いいよ。わかりました。そうして主の許可を得て外で待機していたエルフを迎え入れた。探し人かもしれない。ご先祖様。あなた、私の子孫。そう考えてそわそわしていた彼女ベアトリクスであるが、相手の姿を見て驚愕の表情を浮かべるのであった。二次創作、王女を実力者に変えたくて。次回は第14話27、偽る強者28、王国最強1、高評価、チャンネル登録お願いします。